モセトリデの戦い、または、ブラッティモースの戦いは、ジェンキンスの耳の戦争中の1740年6月26日に、起きた戦闘。アントニオ・サルガド率いるスペイン正規軍300、及び自由国人民兵、そして同盟者のセミノール族から派遣された戦士は、戦略用地である、モセトリデを強襲した。モセトリデは、 ジェームス・オグルソープによるサン・アウグスティン包囲戦の構成の一環として、直近にジョン・パルマー大佐率いるイギリス軍170人に占領されていた。不意をつかれたイギリス軍はほとんど全滅。パルマー大佐、大尉3人と中尉3人が戦死した。戦闘の結果、モッセトリデは破壊されたが、スペインは1752年に砦を再建した。 サンアウグスティンから2マイル北のところに位置するモセトリでは1738年にスペインがイギリスのジョージア植民地とサウスカロライナ植民地から逃げてきた黒人奴隷を庇護するために設立された。その45年前の1693年にはスペイン王カルロス二世がフロリダ植民地に直霊を下してイギリスから逃げてきた奴隷がカトリックに回収及び スペインに忠誠を誓うことに同意した場合にはその奴隷を解放、保護することを命じた。下記がその直令の内容である。黒人男性8人と黒人女性8人がサンジョルジェ氏から逃げて、プレシディオのところに着き、洗礼の聖水を求めたという。彼らには、キリスト教の教義を指導された後、洗礼を受けた。その後、サンジョルジェの軍総長が奴隷たちを追って、 同志を訪れたが、彼らはすでに、キリスト教徒になっていたため、再び奴隷になることは、許されなかった。キリスト教の教義を受け入れて、キリスト教徒となった者に対する報奨として、この命令を受け取ったら、すぐに、彼らをすべて解放して、彼らが必要としたものをすべて与え、できる限り彼らを助けなさい。世の寛大さと彼らが模範となることを願う。脱走した男性奴隷で、 軍事的な検査を通過した者の,のうち、カトリックへの改修、及び4年間の軍役に応じた者はスペインから自由を与えられた。新しく建設されたモセトリデは北、アメリカにおける初の自由黒人の集落となった。トリデには、教会、木製の城壁やいくつかの塔、および100人が住む家屋20軒があった。マヌエル・デモンティアーノ総督は黒人たちを、 スペインの民兵に編成、ムラート、またはクリオリョで、アフリカ人とスペイン人の根血であった、フランシスコ・メネンデス大佐がそれを率いた。メネンデスは、サウスカロライナでの奴隷生活から逃れてきた一人だった。モセ・トリデの民兵隊はすぐに、イギリス植民地の頭痛の種となった。トリデは自由人の植民地である同時に、スペイン領フロリダがイギリスによる北からの攻撃から、 身を守るための前線の防御線となるからであった。スペインは奴隷の脱走を誘うコミュニティを作ることで、イギリス植民地のプランテーション経済を乱そうとした。自由国人の集落の噂はたちまち、サウスカロライナ植民地に届き、1739年9月のストロの反乱を引き起こしたとされる。ストロの反乱において、黒人数十人が、 スペイン領フロリダに向かおうとしたが失敗した。その後、イギリスによるサン・アウグスティン要塞の包囲でも重要な役割を果たした。1739年にジェンキンスの耳の戦争が勃発すると、ジョージア植民地総督のジェームス・オングルソープ将軍は、辺境におけるイギリスのレンジャーによる襲撃の成功を受けて、大規模な遠征でスペイン領フロリダの首都サン・アウグスティンを占領。 破壊しようとした。彼は遠征の一環としてもセトリデを占領、維持しなければならないと考えた。オグルソープは戦役を開始した。サウスカロライナ植民地、ジョージア植民地からの正規軍、志願兵の民兵隊、クリーク族、ユッチー族のインディアン同盟軍約600人、黒人奴隷約800人で構成された遠征隊に、イギリス海軍の船7隻というイギリス軍に対し、 モンティアーノは直近に、キューバから送られた援軍を含み正規軍600人しかいなかった、ためゲリラ戦をせざるを得なかった。彼は実際、イギリス軍の不意をついて、数度攻撃した。遠征軍が、サン・アウグスティンに接近すると、ジョン・パルマー大佐率いるジョージア植民地の民兵、ハイランド独立中隊とインディアン同盟軍計170人は、陽道に位置するモセトリデをすぐに占拠した。 モンティアーノは、モセトリデの住民の一部が、イギリスのインディアン同盟軍に殺害されると、モセトリデを放棄するよう命じ、住民の自由黒人たちは、サンアウグスティンに移った。オグルソープの遠征隊が、サンアウグスティンを包囲している間、モンティアーノは、次なる行動についてを考えた。モセトリデの重要さ、およびその脆弱さを知っているモンティアーノは、反撃に出た。 6月15日の夜明け、アントニオ・サルガド大佐率いるスペイン正規軍、フランシスコ・メネンデス率いる黒人民兵とセミノール族のインディアン派遣軍は、モセトリデに奇襲攻撃を仕掛けた。攻撃が、イギリス兵士の起床時間の2時間前に行われたため、イギリス軍は、守備を準備する暇もなく、ソード、マスケット銃やコンボを使って後生臭い。 近接格闘で約70人が殺害された。スペインがモセトリデで勝利したことにより、イギリス軍は戦意を喪失、オグルソープがサバンナへ撤退する要因となった。6月末には、ハバナからのスペイン軍によりサンアウグスティンが救援され、イギリス艦隊は上陸軍を放棄した。モンティアの総督は、黒人の勇敢さを称賛した。モセトリデは、 戦闘により破壊されたが、その住民はその後の10年間植民地における自由人としてサンアウグスティンに移住した。1752年にスペインが砦を再建すると自由国人たちは砦に戻った。7年戦争でイギリスがフランスに勝利すると東フロリーダがスペインからイギリスに割上されたが、その際にはスペイン人は 住民と軍備の大半をキューバに移し、フランシスコ・メネンデスなど自由国人のほとんども、イギリスに、再び奴隷にされないようスペイン人についていった。ありがとうございます。